つもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフチャンネルのたけしです。今日はですね、実はここあの斉藤大悟さんのショップファットファイブレーシングからお送りしています。後ろに見えるのは大悟さんのコルベット、そしてこの後ろに見えるのが、新しい A90 のスープラのドリフトカー、話題の車両ですね。これを今日は紹介してみたいと思います。こちらですね、かなり綺麗なコクピットになっています。ASD の油圧サイドブレーキにサムスナスのシーケンシャル、そしてここのセンターコンソールとかね、この下のパネルとかね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。これすごいまとまってますね。そしてこのダッシュボード、これもカーボン、これもですねカーボンで作られてます。本当に綺麗なスタイルですね。上にはですねスイッチ関係が、集中して取り付けられています。いやー、本当にこの辺りのねクロスをこういう形で囲むなんていうね作業もすごくこだわりが感じられますね。もちろんシートはブリッドのローマックですね。これは本当にかっこいい仕上がりとなっています。素晴らしい。ブレーキはですね、エンドレスのカーボンセラミック、カーボンですね。見てください、これすごいですね。これにエンドレスの文字が映えます。モノブロックのピカピカのものになってますね。すごい。275-3519。多分100ミリぐらいのワイトレにまたエンドレスのモノブロック、これすごいっすね。しかも後ろのこのダクトですね、本当に綺麗なスタイルになってますね。後ろにですねファンが2機ついてるんですけども、非常にですね効率よく風が抜けるようなスタイルとなっています。リアのサスペンション関係はワイズパブで、クイックリリースのデフチェンジなんかもついてますね。これはすごいわ。そしてその前にはまたコルベットがこう置いてあるっていうね。あれテレア知ってたっけ？前回あの一緒にご飯食べました。あの人は、はください。
疲れ様でした。でしょうか。もうとんでもない広がりです。これが楽しみですね。はい、まあ、こんな感じですね。これからもニュージーランド在住のドリフターってところを活かしていろんなこうドリフト系の動画、あとまあ DIY 系の動画なんかも上げていきますので、もしよければですね、いいね評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。